皆さんこんにちは、パクセレンです。ここは小田急線の新宿駅、目の前に停まっておりますのは14時20分発特急ロマンスカー箱根25号の箱根湯本行き、2005年に登場しました白いロマンスカー5万型 VSE で運行されています。皆さんはこの VSE に存在している特別な座席をご存知でしょうか。まあ、VSE に存在している特別な座席っていうとね、この VSE でしか小田急ロマンスカーの中では装備されていない4人用の半個室サルーンを想像される方が多いと思います。まあ、もちろんね、サルーンもちょっと特別な座席ではあるんですが、しかし実はサルーンと同じぐらい貴重な座席っていうのも存在しているんですね。今皆さんにご覧に入れているのはロマンスカーのネット予約サイト e ロマンスカーの画面です。でこれが特急ロマンスカー VSE が使われている列車のこの案内なんですけども、見てみると号車番号が1、2、3号車を飛ばして4、5、6、7、8を飛ばして9、10となっています。3号車はサルーンが用意されている車両で、この車両は e ロマンスカーでも予約することができます。これはね、設定画面のところで一般席と、それからこの VSE の場合は前展望席、後ろ展望席、そしてサルーンと4種類あるんで、サルーンを買いたい場合にはその設定のところでサルーンと設定すれば3号車のサルーン席を購入することもできます。そして3号車がそのサルーンとなっておりますので、じゃあ8号車は何になっているのかという話なんですけども、実は8号車はネットで買うことができません。実は駅の窓口でしか購入することができない非常に貴重な座席がこの VSE には存在しています。これが VSE の10号車。 VSE の1号車と10号車には展望席がついていて、一番前の座席などはもう本当に1ヶ月前の10時、いわゆる10時打ちをしないと購入することができないプラチナチケットとなっています。そしてお隣9号車、こっちもね普通の座席となっています。まあ、こんな感じの外側に5度傾いた、見た目はちょっと貧相ですけども、しかし快適な座席が並んでいます。そして問題はこの8号車。8号車も見た目は確かにねこんな感じで、そんななんかやばそうな特別なんかね変な感じの座席ではないんですけども、しかし実はこの8号車の座席っていうのは簡単には購入することができないようになっています。車両の窓割りと座席の位置もこの隣7号車については車両の端っこにドアがついていて、そしてこんな感じで客室が設置されているのに対し、この8号車についてはこのように車両の真ん中付近にドアが設置されていて、その両側に若干ねこの隣の9号車や7号車とは高さの違う窓が設置されています。こうやってね9号車と比較してみると分かりやすいですけども、明らかに9号車よりも高さのある窓が用意されているということが分かると思います。この8号車はここに扉にマークがついてますけども、車椅子対応の車両となっておりまして、車椅子でこのロマンスカーに乗りたいよという方はこの8号車を利用することになります。別にねVSE にしか車椅子対応座席がついていないというわけではありません。別に例えば MSE ですとか、それから VSE と同じく展望席がついている GSE でも別に何の問題もなく、車椅子の座席がねついている車両は e ロマンスカーで予約することはできるんですが、なぜかこの VSE だけはネットで購入することができず、駅の窓口で、すいません、VSE の箱根南郷の8号車お願いしますと言って購入するという流れになります。この VSE のこの側面表示っていうのはなかなか独特でして、このドアの横にこんな感じで縦書きで用意されています。箱根25号箱根湯本箱根ナンバー25箱根湯本ということで、大体はね車両側面に大体こういう感じのところにね横向きで設置されているっていうのが普通なんですけども、しかしこの VSE の場合はこれはなんでなんですかね、デザイン性を重視したのか分かりませんけども、このような目線とほぼ同じぐらいの高さに用意されています。それでは早速中へ。入ってすぐ8号車の前よりはこのようなトイレのスペースになっています。こんな車椅子対応のトイレとか、それから洗面所、あとは男性用トイレと女性用トイレがあります。また車両入って後ろよりすぐのところにはこのように現在小田急ロマンスカーでは車内販売を行っていない関係でシャッターが閉まっていますけども、こちら車内販売用のカウンター、昔はねここでラスクとかそれからコーヒーとかを購入することができたんですが、現在ではもうロマンスカーの車内でこのそういったものを購入することができず、乗車前にコンビニですとか、それから売店などで購入しなければならないということになっています。そしてこの売店の向かいには
このような窓がついていて、おそらく待ち時間にやっぱここがね壁になっていると気まずいので、売店で順番が回ってくるまでの時間つぶしに外でも見ておいてくださいよと言わんばかりのこのような割と大きな窓がついています。そしてここに謎の意味深なスペースがありますけども、ここはもともと喫煙スペースとして使われていました。しかしこの VSE がデビューしてから約2年後、2007年にはロマンスカーが全て禁煙ということになりましたので、この喫煙スペースも結局意味をなさないものになり、もともとはねこの銀色のところなんかおそらく入りづらかったんでしょうけど、結局何の意味もなさない謎のスペースが誕生しています。さあ時刻は14時20分になろうとしています。箱根25号箱根元行き間もなく出発です。このドアの閉まり方もねこの VSE は独特です。こんな感じでバタンと内側に入るこれプラグ式のドアといいまして、他に東武のスペーシアとか近鉄の島風でも採用されている休みのようなドアの開閉方式になります。あと有名ところで言うと、もう引退しちゃいましたけど JR 東日本のスーパービュー踊り子もこのようなプラグドアを採用していました。あと JR 北海道の一部の特急でも使ってますね。さあ時刻は14時20分、特急箱根25号は時刻通り新宿駅を出発していきます。じゃあもうそろそろ観念して客室の方に行きたいと思いますけども、座席の床はねこんな感じになっています。8号車のデッキと客室を仕切る扉はこのようになっていて、両開き式で、また特にモザイクなどはされていません。普通の透明なガラスが使われています。一方、通常の客室とデッキを仕切る扉っていうのはこのようになっていて、これはね、片開き式でこのようなモザイクがついているんですね。これが VSE の通常のガラスなんですけども、しかし、この8号車とそれからデッキを仕切る客室についてはこのような片開き式でモザイクがついているものではありません。また床はこのような木が普通にむき出しになっているようなものでして、これね通常の VSE の車両はこれはカーペット敷きになっているんですが、この8号車についてはおそらくその車椅子が入ってくる関係でこのような木目調になっているものと思われます。また VSE の天井の特徴としてボールド天井が挙げられるんですけども、しかしこの8号車は上にパンタグラフがついている関係でボールド天井にはなっておりません。また間接照明もなく、普通に多分白熱電球なのかな、わかりませんけど電球がついています。それからこちらには天窓もあります。この天窓は3号車と8号車にのみ用意されている設備となっておりまして、これはね他の1号車やとかそれから7号車8号車など他の車両にはついていません。また3号車はサルーン席ですので、一般の座席でこのように天窓がついている風景を楽しむことができるのは8号車に乗ったお客さんだけ。どんどん車内に自然光が取り込まれていきます。通常の VSE の車内はこのような感じになっていて、この天井は VSE の V の由来となりましたボールド天井、このようなドーム型の天井、またさらに網棚が用意されているほか、窓の高さはそこまでありません。また床にはカーペットが敷かれておりまして、これもまた VSE のそのブランド力のアップに貢献しているものじゃないかなと思います。また天窓などはついていないほか、照明もこのように間接照明と言っていいのかな、こんな感じの照明になっておりまして、全く8号車とは雰囲気が違います。対する今乗っているこの8号車についてはこれですからね、窓がもうさっきのあの7号車、あれ7号車だったんですけど、あれの倍ぐらいはあるんじゃないかな、多分それぐらい大きい窓が使われています。さすがに現在最も新しいロマンスカーであります7万型 GSE、 あれはね窓の高さが1メートルあるんで、あれよりかはちっちゃいですけどね。またこの扉の上には液晶のディスプレイがあって、これで途中停車駅の案内などをしています。またこの8号車には網棚などは用意されていませんが、画面の両側にこのように簡単な荷物棚が用意されています。これはサルーン席にもあるものと同じです。
この8号車の座席っていうのはインターネットでの予約ができず、駅の窓口でのみ発売ということになっておりますので、割とねやっぱり穴場な座席として知られているみたいです。ですからこの辺りはねあまりお客さんが座ってくることがないので予備座席として確保されていて、特に他の号車から移ってくるお客さんなんかいろいろね、あの他のお客さんのそのコロナのこともありますんで、そういったコロナの関係でちょっと座席移りたいなというお客さんがここに移ってくるということもあるんだそうです。実際今日もね、あの途中隣の7号車からこの8号車の座席に移ってこられた3人連れの、 あの親子連れの方がいらっしゃったんですけども、その方もねなんかさっきの車両と違うねみたいな反応されていましたね。列車は相模大野を通過しまして、次の停車駅が海老名です。僕は今回この海老名で下車します。基本的にこの5番型 VSE はこういった町田、そして海老名、もしくは本厚木に停車して小田原まで向かうというロマンスカーに充当されることが多いですね。新百合ヶ丘とか相模大野とか秦野とか、そういったところに停車するロマンスカーにはあまり充当されません。海老名での停車時間は非常に短いので急いで降りなければなりません。僕が最後の一人の乗客となりました。列車は海老名に到着。ここから先僕はまた次の目的地がありますけども、ただこのロマンスカー VSA、 この箱根25号は止まりませんので、ここで降りなければいけません。こんな感じ、9号車の窓の高さと比べると2倍はないけど 1.34 倍ぐらいはあるんじゃないかな、そのような窓の高さとなっています。この VSE の8号車の座席はそんなわけでインターネットでの予約はできず、駅の窓口でしか購入することができません。しかしそれを知らないお客さんがあまりにも多いため、この8号車は基本的にガラガラとなっており、通の間ではわざわざこの8号車を選んで乗車するという方も結構いるんだそうです。まあ、そのため鉄道マニアの間ではこの8号車の座席はある意味のプレミアシートと呼ばれているんだそうです。なんかすごい展望席でお客さんたちが手振ってますけどね。というわけで今回は VSE に存在する10席だけの特別な座席、8号車のプレミアシートを皆さんにご紹介しました。別に座席が特別豪華だとかそういうわけではないのですが、しかし8号車の座席はたった10席なので、これを全部買ってしまえば自分だけの普通個室を作り上げるということもできなくはありません。皆さんもぜひこの8号車使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。